この動画では人付き合いが面倒なのは更年期のせいなのかという話なんですけれども、えーとまあ、更年期でイライラしたりとかあのやっぱり、えー、と人から受けるイライラというのは多いので、えー、とやっぱり人と接することでイライラするのを避けると。 避けたいと自然に思うので、まあ、更年期っていうのは理由の1つにはなるんですけども、えー、それだけじゃないっていうところもえありますねで、えー、と人付き合いが面倒っていうのはもう要は人っていう何がストレスに感じるかっていうと,、えー、と自分の,その、えー、とイメージした通りえっ、ー、り望む通りにならない時にイライラがあるんですよね例えばその、まあ、満員電車とかエレベーター混んでるエレベーターもそうですし、えー、となんか えと思い通りに、えー、と前に進むことができないということが、まあ、単純に言えばイライラするストレスするスストレスを受ける原因になるんですけれども、えー、と人は当然、えー、と思い通りにならないので、えー、とストレスを感じることが多いんですよねなので人付き合いが面倒になったらもうその人付き合いをやめるっていうのはもう一つですね。で日本人はあの ある意味、マインドコントロールされてて、えっと、こういう人とは付き合わなければいけないとか、まあ、身内、例えば身内とか、上司とか、そういったその、先生に従わなければいけないとか、そういったマインドコントロールがされてるので、もう、一層それから外れてしまうっていうのが一番いいと思います。で、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、身内とも、えー、連絡をしばらく経ってみると。永遠に立つってことじゃなくて、しばらく連絡をしてみないと。まあ、自分もそういうことを実行しましたし、あとは今、多くの人が、あのー、 自ら命を絶つとかいうことは SNS とかそういったことをきっかけに立ってたりとかするので SNS もいっ、すっぱりやめると。スマホもやらないと。もうデジタルデトックスこの機会にしてしまうと。まあそういったストレスを受けてもううつになったり病気になったり、自ら命を絶ってしまうようなことがあるのであれば、そう、そうした方が賢明だと思います。まあこれについては長くなるのでまた別の動画でゆっくりお話したいと思うんですけれども。えーと、まあ、 こういったストレスを受けずに収入を受ける方法、在宅で完結する収入を得る方法として、えっ、ー、と、稼げるブログをお勧めしています。で、ブログを作れない、稼げないという人が多いので、ブログ作成代行サービスというのをやってまして、えー、あなたのブログを作ります。稼げる状態にして渡しますという、 ブログ作成代行サービスをメルマガの方でご案内しますので無料で登録いただいて、えー、ご相談いただければと思います、えー、と人間関係のストレスを受けているとか独立して人に縛られない仕事をしたいとか移住したいという場合はぜひ連絡いただければと思いますありがとうございます